トゥンカロンを作ってってリクエストあったから今日はトゥンカロンを作っていくよ。それにしてもあんたたちはもう次から次へと新しいもんリクエストするね、本当に。流行りなのか、トゥンカロンって。そういう情報ってどこで仕入れてくんの海外で流行ってんのか、これ。あんたらスパイか。ってことでね、今日は半分の材料で作ります。マカロンミックス 50g、水 32.5cc 入れてミキサーで泡立てます。途中カラーリングするの忘れてたからアイシングカラー入れてみてよ。ピンク見出したいから多めに入れてみた。このピンクの色マジで可愛すぎ笑った,この人たちを角が 立つまで泡立ててねちなみに角はねこれ角が立ったらアーモンドプードル 50g とジュンと 50g を混ぜ合わせたものをぶち込んでボールの側面に生地をこすりつける感じで泡をぶっつぶしていくよ生地をすくってゆっくり流れるまで混ぜてってねでなんとかなんとかを取り付けたジップロックの中に生地たちを入れていくのこれ読み方わかんないこれなんていうの知らねえでクッキングシートにこんな感じで載せていきますクッキングシート残り少ないからアルミホイルでやってみた丸くするの難しいのさこれなんかいびつな形になっちゃうのさこの人たちを140度に 予熱したオーブンで15分焼いていくんだけどさ、あんたたちちょっと見なさいこれ、いいから見なさいこれ、めちゃめちゃピンクの色が出ました、マジで可愛すぎない、私こういう色大好き。次にガナッシュを作ります。ホワイトチョコ150グラムを細かく切ってボウルの中に入れときます。Let's g 鍋の中に生クリーム60グラムを火にかけて沸騰直前まで温めてね。でさ、なんか焦ってたか知らないんだけどめちゃめちゃぶちまけてしまったもう本当に勘弁して。はいってことでね気を取り直して生クリームをホワイトチョコにかけていきまーす。混ぜるとは真ん中から。 ゆっっくくり混ぜたら乳化ししてて分離しにくいんだってこんな感じで滑らかになったら冷蔵庫で1時間冷やしてねでさこの人の名前なんていうのも知らないんだけどマジでなのってこのねななしのゴンベイさんをつけたジップロックの中にガナッシュぶち込んで絞ってくんだけどトゥンカロンはガナッシュを分厚くするんでしょマジで難しいねこれなんかガナッシュ結構飛び出ちゃうのさてかさトゥンカロンって太っちょマカロンって意味なんだって知ってた私は知らなかったあ知らね最後にアラさんを飾っていきますこういう飾り大好すきやったしくないもうかわ 可愛いのめちゃめちゃ大好きってことにできましたー生ラメンコすぎないこれ可愛い子ちゃんだねーマカロンだのトゥンカロンだのコスパ悪い代わりにそこまで美味しくないって思ってたけどこれめっちゃ美味しかったからみんな食べてほしいわなんか自分で作るお菓子って美味しくないまあ、まずい時もあるけど <laughs> ラッピングは毎度おなじみお決まりのダイソーでございますこの透明の入れ物めちゃめちゃ好き私でさこの袋とんでもなく可愛いから買ってみたのしかもマチ好きなのさ手下げにもなるし可愛すぎるからもっといっぱい買えばよかった袋でラッピングしてみたけどやっぱ 箱にトゥンカロン入れた方が可愛いし割れないから箱に入れるのがおすすめだよみんなも作ってみてねじゃあね